若松鉱山は、鳥取県日南町に1899年から1995年にかけて採掘を行っていた日本有数のクロム鉱山である。若松鉱山は1899年本鉱山発行の鉱山外説には、1899年島根県二田郡八川村の藤原坊により発見された。とある。しかし、 日南町市は1895年、松尾鶴太郎が大洪水の復旧工事現場で、思い落石を発見し、高所にある鉱章を探し当てたとしている。明治38年に採掘経営を開始。当初の経営者は、エスメドースと佐藤百太郎らであった。この当時年3から4万トンの生産量をアメリカに輸出していた。1919 19年1月28日、 日本クローム工業株式会社が若松鉱山より譲渡を受ける。1925年から1945年の全国シェアの47.5%を占めていた。1995年2月末に採掘休止。1996年9月に旧山2001年10月に平山2009年に近代化産業遺産に選定された。2009年に 近代化産業遺産群属33平成20年度に7産業用としての耐火レンガ製造の進展と原料開発の歩みを物語る近代化産業遺産群の一つとして選定された15の施設が現存している発電室金属工作工場本工場火薬類取扱所コンプレッサ室先工場ナンバーワン先工場ナンバー2 諸行場ナンバーワン、ナンバーニナンバーサ破砕場、変電室、救護室、公務所、作動鉄道、鉱山事務所、行動と軌道。現在は通常閉鎖されている。日南町観光協会に申し込めば一部見学が可能である。以下は近代化産業遺産群属33の若松鉱山跡に掲載されている不動産である。ありがとうございます。